はい、皆さんこんにちは、アイチでございます。スカイリムですね、やっていきましょう。よかった、ほんとよかったね。あそこほんと鬼門なんですよね、私ね。何度やってもね、もう嫌なことしか、最悪のことしかイメージできない。で、あとこれもロッケーはめてね、これでいつもの私に戻りましょう。で、自分治癒ね、自治癒の光ね。で、こっちは鎮静でも持っておこうかな。ちょっとグロいのあるかもしれないですけど、お気をつけください。これで盗賊ギルドはね、多分終わりましたよ。イルクンサンドから逃げるが完了。カーリアと話す。すまんな小僧、大事な用がある。また別の機会に話そう。うん、はい。信じられない、これで終わったのね。25年間の流浪がまさかこんな風に幕を閉じたなんて。あとは不快のピックを無事に持ち帰るだけよ。うん、簡単な仕事に聞こえるが、ところがそう簡単じゃないの。不快のピックが黄昏の墓所から盗まれた時に、採用聖域への通路は断たれてしまった。持ち帰るには巡礼の道を通るより他ないわ。うん、その巡礼の道を通ったことがないような口ぶりだな。ナイチンゲールのために作られたものじゃないから。あれはノクターナルに別の方法で使いたいと願うものを試すために作られたの。要するに何が待ち受けているか全くわからないってわけ。うん、なら急いだ方がいい。ブリニョルフには盗賊ギルドに帰ってもらわないと。留守の間代わりに仕切る人がいるでしょ。それに鍵を守り通せなかった女がどの面下げてノクターナルに会えるというの。悪いけど旅の終点には一人で行ってもらうしかないわ。ちょっと前にね、ノクターナルと会話してたと思うんですけどね。まあいいでしょう、気にするな。鍵は会社から。これを持って行って、墓所の中で役立つかはわからないけど、ここではもうあまり必要ないと思うから。この弓は生涯を共にしてきたようなものだけど、一度たりとも期待を裏切った試しがないわ。あなたにも同じ幸運をもたらしてくれますように。あ、ナイチンゲールの意味はね。で、所持品が重いと。なぜ一緒に来ないのかが理解できない。墓所の中にある通路をちょっと教えてほしい。これなぜ一緒に来ないのかっていうのはさっき言ってましたもんね。墓所の中にある通路をちょっと教えてほしい。ノクターナルの領土、エバーグロームの地へと続く通路がスカイリムにはある。そう、勇士以前からね。その力を乱用しようとする人間やエルフから通路を守るため、周りに築かれたのが黄昏の墓所なの。ノクターナル最大の恩寵である幸運もその通路からやってくる。引き換えに彼女が何を得ているかは全くの謎に包まれているわ。うん、ちょっと待ってね。ちょっと、ありゃりゃ、大丈夫かな。はい、何これ、潜みの使者について教えて。これ陰術の使徒は隠密行動の達人よ。暗闇を操って姿を隠す力がある。月夜や暗い部屋の中で姿を見分けるのはまず不可能になるわね。うん、惑わしの使徒について教えてくれ。惑わしの使徒は影の力で周りの者の判断を曇らせる。闇の糸を忍び込ませて他人を操り、一時的に自分の代わりに戦わせることができるわ。うん、巡礼の道についての話を聞かせてくれないか。ノクターナルは伝統的な意味での崇拝を求めないとはいえ、黄昏の墓所には小さな教団がはびこっているの。もちろんノクターナルが直接接触してきた試しなんてないんだけど、本人たちは寵愛を受けていると言い張っているわね。そして政務の一環としてノクターナルを祀る根拠のない儀式や祭礼を次から次へとでっち上げてる。うん、それにはナイチンゲールは干渉しないのか。不快のピックやノクターナルの領土への通路には手を出さないから、
まあ多めに見られてるってわけ。連中が考案した儀式の一つが巡礼の道を使う試練とやらでね、巡礼の道を歩き通すことができたら、そのものは影の一人になるというのよ。どういう意味かなんて誰にも分かりっこないわ。これなんだい、なんとかの使徒についてちょっと字がね壊れちゃってるんで。いさかいの使徒は純粋な闇の触手を相手の心臓に突き込んで深手を与える力を持つ。触手は同時に使い手に精気を送り込み力を強くしてくれるの。うん、じゃあちょっとこれだけ聞いてみようか。なぜ一緒に来ないのかが理解できない。ナイチンゲールになったのはずいぶん昔の話よ。ノクターナルへの忠誠と引き換えに何年も盗賊稼業で儲けさせてもらった。ガルスと恋に落ちたのは過ちだったわ。色恋に気を取られたばかりに墓所への侵入を許して代償にガルスの命は奪われてしまった。鍵が取り戻されるまで二度とあの敷居をまたぐつもりはないの。ああそうなのね。じゃあ行きましょうか。でアイテムが重いんだよね。あそっか、私何か持つと重さがいけるんだよね。あ体力の首飾り、あ違うね、どれだっけ。あ持ち運べる重量が 25% 増えると。あこれでいきましょう。いやーとりあえず行けとは思わなかったけど行けたね。よかったよかった。すまんな小僧、大事な用がある、また別の機会に。はい、会話ができませんね。さあスカイリムに出てから、あーなんとかなったね。本当にね、本当に回復とお互い殴り合って回復して殴り合って繰り返しになってね、本当泥沼になるんですよね。はあ、スカイリムの中でももうトップを争うぐらい嫌なクエストですね。私が嫌いなクエストです。さあまあこれが終わったので気が楽ですね。あとはそんなに大したことないと思うんです。ブロンズウォーター、いやその前にね、私もあそこに帰っちゃいましょう。いっぺん今メガトンって言いかけた、ホワイトランにねドラゴンズリーチ行って潰せるかどうか試して、であとあれだね、薬もたんまり作っちゃおっか。材料がかさんで重いのも原因の一つだよね。とね、もう12月だね。もうちょっとね寒くなったんですけど、先々週ぐらいかな。その後はそんなに寒くなってないですね。これがどうなんでしょうね。今年は暖冬なのか厳しいのか、ちょっと私ねあまりそういう、もうテレビ見なくなったんでね、ちょっと疎いんですよね。天気予報とかはねネットで見てるんですけど、もうそうですね、テレビ見なくなってね、時間がね、時間の使い方が良くなった気がします。まあデメリットはテレビの話をする人の話についていけないまあ私の周りにそんな人あんまりいないんだけどね。さあとりあえず売りましょうか。ファレンガーさん、魔術師とお見受けしました。はい、こちらはいかがでしょう。アメジスト、これは違いますね。あらあら、あゴールドラムレットはダメね。ステンダールはいいですね。で、あスリがね 2%。 お金もうないわこのファレンガさん。金持ってない人だな。じゃあこんなもんでいいか。さ、才能があるならウィンターホールドにある魔術師大学に入るといいかもな。潰せなく、ああ全然ダメ、全然ダメでしたあ、今起きてる戦争について議論するためにドラゴンズリーチへ来たのか。さ
さあスタミナ減退、はい、でマジカを回復。あ、ジャズビーブドはダメね。ほいほいっと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 、はい、錬金術が上がりました。最近では誰もがこの忌まいらしい戦争に、あとなんかあるかな。俺が本でも読んでる方がいい。ハグレイブン、ルナモス、はい、おれる？ハグレイブン、あ、違うのかこれ。1個でいけるってやつか。あ、違うね、クリアされてなかったんだわ。あとなんだろう。シッスル、あ、これいいかもわかんないね。はいはいと、あ、もういいか逆に重くなったかもしんないね。これでノクターナルさんを終わらせれれば、もう盗賊ギルドのクエストはなくなるんじゃないのと思ってんですけどね。あと結婚クエストだね。あと教えてもらったんだけど、あのリッケ特使でしたっけ、あの人初っ端にいてすごく無礼なこと言った人なんだよねただ殺しなさいみたいなこと言ったんでしたっけ。そんな方だったんですね。あんだけだんだん出れてきたのかなと思ってたんですけど、さあちょっと撃っていきましょうか。正直スカイリムも XBOX では限界に近いのかもしれないですね。まあもうよく XBOX といえば13、14年ぐらい前ですか。も何にいたしましょう。売りますよ。ああ、それじゃあ錬金術師さん、もう いらない薬よね。はい、あなたのお金が許す限り売っちゃいますよ。マジカを回復、390ね。こんなもんかな。わ、お金ちょうどゼロになっちゃった。治療薬が必要ならいつでも来てね。話術も上げたいな。あ、違った、話術も上げたいね。あ、違った、どっち、あ、こっちやね。話術上げてね、皆さんがお金た、あの取引できる人がお金を増えて建てぼれるようにできれば、もうわざわざ寄ってこないね。外で取引できる人とねやると労働時間もね短くできるのかなと思ってんですけどね。どうしてもね戦闘系に振っちゃうんですよね。どんなものでもそ、はい、何でも売るぞ友よ、はい、ガラクタだって言う人もいるけど俺は宝物って呼んでる。はい、じゃあねこれね、もうお金ないね、あの人。多くの方って、はい。ナイチンゲールの意味ね。対象を凍らせて25ポイント、雷撃で12ポイント、すごいね。で、吸血。ああ、平気推奨ね。もうお金ないもんね。仕方がない。アメジストに指輪じゃなくて、こっちを売りましょうか。あ、しまった。付従してくの忘れちゃった。あら。マジカの指輪。あ、これは装備だね。ルビー。体力60ポイント。これ、でかいね。あ、これがちょうどいいかな。はい。またぜひ来て。で、もう、重さが私、大丈夫のはずなんで。ナイチンゲールの靴だっけ？あ、違うね。靴は私何使ってたんだろう。あ、ブーツ。あ、そっか。あ、ごめんなさい、違った。ゴールドラミレットだっけ。
そうだよね、確かゴールドラミレットだね。おっ、あ、そう、体力マジか、スタミナが30ポイント。さあ、あとは表の方と、あ、そうだ、ジョルバスクルに行っておれんだよね。ジョルバスクルに行こっか。部屋入らなくていいからね、ジョルバスクルはね。ローディングがない。あら、あら、あ、ジョルバスクルもう一個上、あらら、え、ジョルバスクルここだったと思ったんだけど、そうだよね、あら、あ、違う、こっちだ。サルモールはどうしているかな。北の大地に生まれしストームクラウンのタロスの力を見るがいい。さあこれでこの人に売って、材料の鋼が大量にある。はい、あら、あ、どんなものを売ってた。神は喜んでいる。はい、ね、何売ろうかな。チルレンド、あ、15も重さあんのか。ボルビルのダガーって何なんだろう。あ、これね、あ、これは使ってるやつだわ。ダメダメ、吸血20ポイントの体力を吸収する。もうこれいらないね。で、脱力、あ、50ポイントのマジカダメージね、いらないです。あと鋼鉄の片手用の疲弊、あ、いらないですね。で防具は、あ、モロ系革のブーツ、あー、これはいらないね。150ゴールドしか、まあいいでしょう。はい、これは置いといてと。うんうん。さあ、結構私いろんなもん持ってたんですね。そりゃ重いわ。そうそう、あのキャプチャーボードをね、変えることによってね、これを16対9で、今これ4対3なんですよね。16対9で見れたらまた違うんでしょうねっていうね、あるんですけど、もう私のキャプチャーね、ユニットがね、まあリーズナブルなもんなんで、そこまで性能良くないんですよね。さあ、この人に打って成し遂げられ、ちょっと見て。はい、で、もう見るつもりなくて、私のものを全部ね売っちゃおうと思ってんで、ナイチンゲールのね、弓いいなぁ、いいんだけど、あ、こっちはないわ。あ、あら、これだけだね。はい、ただ正直あれなんですね。あれあの重いんですよね。で、どちらかというと金箔が私欲しいので。あー、カップ取っちゃった。本当にゴミ拾っちゃったね。カップカッ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 プカッ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 プ、あれ、カップって今ないね。あらららららら、あらららら、らら、カップが、あら、カップ取ってなかったのかな、出てきてないね。あららららららら、あらら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 、らら、あ、ディベラゾーンまだ持ってたんだね。シャラウスの殻なんか持ってても仕方ないよね。あ、カップがないわ。あら、あ、落ちたんだね。おお、カップ、はいはい。で、あ、これ、あ、これ盗んだやつか。あ、売れないんだ、盗んだやつ。そっか、じゃあ入れとこう。ん？あ、これ中だ。しまった。危ない危ない、取るとこだった。だもんでね、ナイチンゲール、うん、音立って、あー、でもナイチンゲール軽いか。鎧はちょっと重いけどね、ナイチンゲールは持っとくか。ナイチンゲールは持っとこっか。280に370、
そうね、もうナイチンゲール装備は持っておきましょう。なんかで役立つかもしんないわ。さあ、じゃあね、おお、もう20分もね、やってますね。じゃあこの辺で終わっておきましょうか。スカイリム、この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。